大航海、大航海時代のライスヌードル。何にも書いてへん。これ何？腐った竹花のなんか包んだもん。ジャストトマト食べる？ジャストトマトもこれすごい最高。うわー全然わからへん。うわ臭っ。臭っ。こういう口の臭い人いるよな。リハの合間にランドリーに行っています。歩くの早い。お疲れ様でした。ありがとうございます。楽しかったです。楽しかったです。めっちゃ楽しかったです。パンツぐちょぐちょですよ。ほんまに暑かった。お疲れ様でした。暑かったです。お疲れ様でした。肉さんもめっちゃ楽しそうでしたね。嬉しかった。人いっぱいいた。どうも肉さんどうでしたか。暑かったですね。暖かかったし、暑かったし。日本語喋ってくれるし。日本語喋ってくれるし。今日はでも人が多くて聞き取れへんのも多かった。遠いところからも一生懸命言ってくれた。後ろの方にも。こちらこそって言って。ありがとうって言ったら。めちゃくちゃ日本語わかった。可愛い。今日はロンドン公演でしたが、どうでしたか。楽しかった。楽しかったね。20本分の8本目、20本分の10分の8が終わりまして、まだまだ半分以上ありますけど、今んとこ最大キャパ。次のブライトンでイギリスは UK は最後、そうですね、ヨーロッパに渡るわけです。また新たな気持ちでできそうですね。悔いを残さんね。ちょっと明日悔いはないんですけど寂しいな。毎回ゆっくりはできてないから。まあね、もうみんなが優しすぎて早く次帰ってきたいなと思うんですけど、日本にも帰りたいし。忙しいな。日本にも帰りたいし、イギリスにも行きたいし、ヨーロッパにも行きたいし、アジアツアーもしたいし、US にも行きたいです。5個ぐらいあったらいいね。各地になんかそっくりさん見つけた。各地のトリコなんかなんていうのあれでできる、遺伝子でできるクローン技術で初の同じバンド2個っていうすごいな。世界で20年後ぐらいにはできるかな。20年後って割とすぐやな。その時にはうちらもうだからうちらできんから代わりに来ろうね。じゃあもうトリコ永久に存在できるってことですか。何代目かも。何代目かも。どこにいてもよくわからん話してますね。はい。こんな感じで残りも頑張っていきたいと思います。はい。クローン技術が進むことを願って。ロンドンありがとう。ロンドン最高。Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Have a seat. What's everyone like? Coffee, tea? Coffee. Coffee? Latte. Yeah, we have. It's filter coffee here. Ah, coffee. Ah, yeah. Filter coffee. Yeah. I'll get tea. Tea. What type of? You see all the teas? Do you want to have a look? Come and have a look. Yeah. めっちゃある。Darjeeling, okay. You too, okay, great. And you guys, you want coffee, yeah? Yes. No coffee. No good, great. Okay. Grab a seat. I'll bring you up. This is Javier. Javier. Nice to meet you. Javier. Nice to meet you. This is Javier. Now, so we can record in here as well. Wow. So we do like, yeah, we do like almost. So.プリクラ取れた。Help yourself. No, thank you. Go to Paris. Yeah, thank you. I stay UK. もうあかんわ。Vegetable and meat. And meat. Okay, one vegetable, no problem. すごい。何の曲やろう。なんか歌ってますね。行きますか。初ベルギー。あと1曲お願いします。緑十字が。これを引き上げ。撮ってるやつも短くていいからね。どっち、内カメラ、それ、外カメラ。撮ってるやつ。撮ってるやつってばっかり。これやったら、あんま他のもん飲まへん方がいいかな。しばらくな。塗ってる感覚で。ツアー半分以上終わりましたがいかがですか？そんなことよりもなんか数年は眩しいんだけど。どうですか？メンバーの中はそろそろ喧嘩とか。絶賛風邪ひき中です。イエーイ。うちのとこではずっと喧嘩してます。みんなに移してる。順番に。じゃあ帰る頃に移るかな。帰る頃には俺は元気。先輩でも長引いてますね。確かに。まあでもなんか寝込むほどじゃなくてよかった。うん。鼻ジュクジュク。鼻水が。疲れ疲労かもしれないですね。環境の変化など。日々環境が変化、毎日変化。めっちゃ寒いんですね。はいねけん。経験がいっぱいある。寒かったのもあるし。引き続き頑張ってください。ありがとうございます。